1、2、3。大空に舞い上がる白い気球。昨日大気町で行われたこの実験、地上との通信状況を確認するもので、高度33キロからの無線信号の受信に成功しました。今回は上空の自分自身の位置情報だったり、少しの環境データですね、そういったものを下ろす階段を、今日もまた一歩登っているっていう、そんな実験でした。この気球を開発したのは札幌のベンチャー企業岩谷技研。気球による宇宙旅行の実現を目指しています。こちらは去年無人のキャビンを取り付けて行った実験映像。ヘリウムガスを蓄えた気球はゆっくりと上昇し、1時間ほどで地球の丸さを実感できる宇宙の入り口、高度28キロに到達しました。気球はロケットに比べて使用するエネルギー量が圧倒的に少ないことに着目したといいます。一人当たりの、宇宙旅行の宇宙遊覧の費用が100万円台くらいまで落とすことが可能じゃないかと見込んでいます。2月には人を乗せた状態で高度30メートルの飛行に成功。企業側は早ければ来年にも宇宙旅行サービスを始めたいとしていて、将来的には50人乗りの気球を開発する計画です。気球から広がる視野ですね、そういったものを私たちは価値提供していきたい。一つの指標として宇宙旅行を実現する、宇宙旅行で人が行くことができたら何でも運ぶことができるじゃないかということを示していきたいと。